田村さん、はい、今回はそのなんていうんですかね、要は今スマホが出回ってちゃったからだと思うんですけど、はい、その動画の流通っていうことに、関してちょっと聞きたいんですけどね、はい、実はつい先日、まあこれはちょっとさすがに流せないんですけど、まず音声だけ皆さんに聞いてもらおうかなとは思うんですけど、その音声もちょっと加工しないとできないかなぐらいなもんですけど、まずちょっと音声を流してみます。これまあ聞こえたかどうかわかんないんですけど、前回まあ拳銃の話をしたんで、その流れなんですけどね。まあこれは言ってみれば人が撃ち殺されてる最中の動画ですよね。一人の人間をだいたい20発弱弾を撃ち込んでるっていうやつですね。はい、これはまあさすがにどこでも流せないと思ったんで、動画はちょっと無理なんで、その音声だけやってみたんですけど、まあなんでこういうものを撮るんですかね。これはね、よく多いのがイスラム国とか、あとはボコハラムとかっていう、世間でテロリストと言われるグループですね。そういう人たちは人を殺めるときに、動画を撮って、もうちょっと残酷なのを撮りますけど、首に、例えば生きたまま首に爆発物を仕掛けて、はい、それで首をすっ飛ばすとか、あ、生きたままですね。で、あとはガソリンをかけて、ガソリンや灯油を体にかけて生きたまま燃やすとか、あとは首をはねるとか、あとは水の中に沈めるとか、そういうのを最初から生きてるうちからこう亡くなるまで、本人が死ぬまでっていうのを全部動画に撮って、それで配信して世界中に流すと、そういうことをずっと結構やるところがありますよね。ああ、これも要はその最初何喋ってるかは分からないんですけど、まあ命乞いなんですかね、これは。ああ、そうかもしれないですね。それでもその死んだ後もずっと打ち続けてますよね。これはどういう心理なんですかね。本当だね、これちょっとね、随分弾を一人の人間に20発弱入れてるよね。だからこれ先ほどあの世界に配信するって言ってましたけど、少なくとも日本で、まあそのアウトロー系のねメディアを見たところで、そんなのに目にする機会なんか全くないわけですよ。そうですね。全くないにもかかわらず、この田平さん近辺の方から流れてくるのは、こういうのがごく普通にあったりするわけじゃないですか。っていうことは世界においてはこの手の映像っていうのは普通だったりするんですか。まさか普通じゃないですよね。普通なんですか。あるんですか。ある。これはたくさんあって、はい、首をはねる瞬間だとか、はい、あとはその首に爆発物をつけてそのスイッチ入れてその首がすっ飛ぶ瞬間だとか、そういうのを、なんかその以前、オーストラリアの方で、テロの事件があった時、まあ中継されて、はい、まあその動画なんかも今はほぼ削除されてますよね。はいはいはい、少なくとも、そうですよね。だからその普通だって言われても、じゃあ一体世間の人が、まあまあこういう言い方あれかもしれないですけど、見てみたいってなった時もなかなか見つけられないと思うんですよ。簡単に言うと、こういう個人的なもので、直接送って来られる場合を除いてはなかなか見る機会ないと思うんですけど、逆に言うと一般人の人が見たいってなった場合はどういう風にしたら見れるんですか。逆に見れる方法ってあるんですか。いや、一般人の人だから見られないと思いますね。その海外のでも、私らは後輩たちがね、はい、
フランス外人部隊にあの傭兵で行ってたり、はい、そういう立場の人間たちがいるんで、はい、そういうところからあの配信で送られてくる場合があるけど、あ、うん、そういうのも配信なんですか。そうです、そうです。あ、じゃあそのイスラム圏といえども、要はこっちの人間からするとわからないんですけど、まあその日本なんかは欧米と一緒のグーグルに支配されたようなネットワークの中で、厳しいセキュリティの中で、まあインターネットと接してるんですけど、イスラム圏の人間にはイスラム圏のネットワークがあって、こういうのが普通だっていうようなのは、そういうことではないんですか。うん、そういうことでもないけど、うん、あのでも結構本人たちはいろんなところに配信しますよね、わざわざ。ああ、全てのところに。あ、それは欧米、いわゆる欧米ネットワークにも配信してるっていうことなんですか。そうです。削除はされるけど配信します。ああ、そのいたちごっこがされてるから、逆に言うとその欧米ネットワークの方のセキュリティが、まあセキュリティっていう言い方がどうか正しいかどうか分かんないんですけど、そういうチェックをどんどん消していってるから、一般人の目にはあまり触れないっていうだけの問題なんですかね。そうです。ああ、なるほど。配信はバンバンやってますね。ああ、それで、まあ、海外の例は分かりました。それでちょっと自分が思うのは、他のこの日本の例なんですけどね、はいはい、まあ、この前ちょっと前橋の高層の一般人が撮影してて、それが少し出回ったっていうのをちょっとお話ししたんですけど、まあそうじゃなくて、実際問題は、まあこれはその世間には出回ってないですけど、まあ明らかに内部の人間が撮影したと思われる直接の、まあ直接の、なんて言えばいいんですかね、直接の犯行現場の動画みたいなのが、まあまた関係者の中で出回ったりはしてるわけなんですよね。まあ非常にこれもえげつない、動画だったりします。こういうのを、まあこれ言ってみれば自分でその証拠みたいなものを保全しちゃってることになるわけじゃないですか。そうだよね。だからその辺がちょっとね、はい、あんまり信じられないけど。そうですよね、にわかに信じられないんですよね。普通はね、その動画をこう撮っていくとそれが証拠になりますからね。そうですよね。そう、それはだからその今あの要はそういう世界の人間は防犯カメラのこととかも気にして、そういうのに気をつけるって言ってる一方で、世間に話題になった構想を含め、そうじゃない構想を含め、いわゆるその内部の犯行、そのもうそのものの人たちが撮ってると思われる動画が、少なくとも関係者の間では出回ってしまうっていう現状があるわけですね。これはさすがにうちでもちょっと音声含めて流すのは厳しいっていう、こういう関係上だからまあ見せていただけるっていうことだと思うんですが、これはまあ一体どうして撮られるって思われますか。これは自分たちのこう力をこう誇示して、はい、まず周りの方にこうね見せて委託するというね、威圧するというか、そういうことで撮ってるんだろうけども、はい、これはあの思わず証拠になるわけだから、普通は撮らないけどね。そうですよね、ちょっとにわかにはあの信じられないですけど、逆に言うと、でも、最近は珍しくもなくなってきてますよね。そう、多いよね、最近。はい、そうですよね。それで、まあ、今、田平さんがおっしゃったように、実際、まあ、確かに、その動画を直接その本人たちの手によって見せられたりすると、まあ威圧されてしまうのも確かなんですよね。そうかもしれないけどね。あ、そうなんですよね。ああって、まあ、つい最近だと自分個人的なんですけど、まあ、これ公衆便所の中だと思われるんですけど、ナタで人を打ち据えるというか、そういうようなものをやってる本人から見せられたっていう経験がありまして、って、まあまあ別に、その、言ってみれば仲がいい方だったんで、まあそんな問題にはならないんですけど、
まあ確かに威圧はされるなと。だからこういうのをまあ見せられた方は確かに威圧されるんですけど、それが広がることによって、まあ本人の問題ね、なんかなった時にってやっぱ思っちゃうんですよね。だこういやっうぱりのを、だから構図が残るからね。そうですよね。こういうのをまあ、例えば組織として禁止したりっていうような動きはないんですか？で、もちろんその組織としては禁止はしてると思いますよ。してるんですか？あんまり聞かないですけどね。あ、そうなんですか。これは当然ね、こう証拠になるようなことは動画に撮ったり、そういうことをしちゃダメだっていうのは分かってると思いますね。禁止しててもやってしまうっていうのは、どう、やっぱりその、少なくとも周りの人間だけだとしても、威圧するっていうのは、やっぱその手の人間にとっては、いまだに重要なんですかね。そうなのかもしれないね。そういう考え方なのかもしれないですね。逆に言うと、なんかその、ね。タビラさんとことかに、そういう動画を送ってくる人間は、どういう理由から送られてるんですか？まさかタビラさんを威圧してるわけじゃないじゃないですか。じゃないですね。こう、自分でやったものとかをこう送ってくるっていうのは、こうやったんですよ、すごいでしょ、みたいな感覚なんだろうけど、バカお前、つって。なるほどですね。俺自分でやったの送ってきたらダメだろうっていうね。まあでも逆に言うと、タビラさん的にはそういう動画が集まるから商売の種になったりはしてるわけですよね。まあね、だからそういうものを、なんか自慢して送ってきちゃっちゃダメだよっていうね。なるほどですね。まあ、それはその、そういう動画が集まる、人間になられてる方にとっても、ちょっと謎が残る文化といいますか、習慣っていうことなんですね。そうだね。わかりました。じゃあ、またよろしくお願いします。はい、こちらこそよお、ろしすいまく。せん。